県内のインフルエンザの感染者が増加傾向にあります。一方、新型コロナの感染者は、先週からおよそ半分に減りました。県内で8日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり5.95人と、前の週から0.4人増えました。2週連続の増加です。保健所別では、 仙台、大崎、塩釜、石巻で前の週を上回りました。一方、一医療機関あたりの新型コロナの感染者数は、前の週から4.08人少ない4.33人で、5週連続で減少しました県の疾病感染症対策課では、インフルエンザの感染者数は、この時期としては多い状況が続いているため、 引き続き基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。